90日チャレンジでの1日の作業時間について、お問い合わせフォームからご質問を受けました。ロボップ向け90日チャレンジについての質問です。1日あたりの作業時間の目安を教えてください。はい、その疑問にお答えしようと思います。90日チャレンジでの1日の作業時間について、実際の学習内容の項目ってこちらになります。じゃん、ちょっとちっちゃいですね。1週目、2週目、3週目、4週目は実際作っていただくというところになっています。大体、はい、でシビルだとこちらの感じですね。1週間に大体5個から7項目なので、1つの項目は大体1時間から1時間半ぐらいですかね。ゆっくりやられたりする、あの動画を見て見ながらやるのもありますし、動画を見ていただいてっていうのもあるので、または休日にがっつりですね、6時間から8時間やってみるというようなイメージでしょうか。または、それでもですね、平日動画でざっくり項目を確認して、休日に実際にですね、ゆっくり手を動かされる方とか、隙間時間でコツコツ学んでいる方もいろいろいらっしゃいます。また、チャレンジ中はですね、動画を見てわからない、なんか実際動かしてみてわからないというところはですね、スラックで行いますので、質問コーナーでご連絡いただければと思います。今回の話はいかがでしたか？最後まで動画を見てくださり本当にありがとうございます。最後にあれいきますよ。よろしいですか？じゃんけんぽん、まったね。建設のアナザーはノートと YouTube で展開しています。もしよろしければノート、YouTube で私を探してみてください。ではまったね。